リリー&スールのアトリエ、不思議な絵画の錬金術師。Et les loulous, on se retrouve pour Atelier Lydie and Suel, the alchemist and the mysterious paintings. Avec l'accent français à la fin. Donc voilà, on est parti pour cette découverte. On est sur Nintendo Switch. の生活には戻りたくない。私もよし、もうちょっと探してみよっか。あ、さすがお姉ちゃん。じゃ、お任せします。もうスーちゃんも一緒にやるの。ほら、ぜわかってますよーっと。Alors le tuto, ramasser des trucs. Alors, on appuie sur A quand on voit un truc. Voilà. Ok. Si vous voyez, on a un truc. Cours. これくらいかな。あと必要なのは鉱石と果物だね。まずは鉱石から探そうか。はーい、鉱石鉱石。あんなところに良さげな岩が。なんで私のこと見るの？無理だよ、私はなの壊さないよ。メッシー、お母さんとの約束その1、やる前から無理って諦めない。さっきは私の方がたくさん拾ったし、今度は頑張ってよね、お姉ちゃん。意地悪。分かったよ、やればいいんでしょ。Un nouveau tuto. Alors, Y pour donner un swing. Donc nous allons tuer le rocher. Magnifique. Tiens, rocher. Mais non. お疲れお疲れ。あとは私に任せといて。さて、果物といえば、うん、思いっきり蹴り飛ばせば落ちてきそう。いっちょやってやりますか。Alors, on va re-swinguer. Nickel. Ouais.Ok. Très bien. Donc, on doit presser Y de multiples fois histoire de swinguer dans l'arbre. Voilà. Admirez.
ものも大丈夫っと。これでお父さんに言われたものは全部揃ったね。すっごい疲れたけどね。みんな。まあまあ、これでご飯は守られたわけだし。じゃあ、そろそろ。雷、最近多いよね。うん、そういう季節ってわけでもないのにね。そうだね、雨に降られる前にアトリエに戻ろうか。それがいいかも。それじゃアトリエまで競争スタート。ここはアダレット王国の王都メルベイユ。民と共に長い歴史を歩む国一番の華やかな都。広大なマール海に面し、潮の香りに包まれるこの都には、双子の錬金術師が暮らしていました。姉のリディ、体を動かすのは苦手なものの賢く優しい女の子。そして妹のスール、いたずら盛りでいつも明るい、とても元気な女の子。いつも二人一緒のリディとスー、彼女たちは父親と小さなアトリエを営んでいます。ですが、その生活は順風満帆とはいかないようで。第1話、双子の日常。だいぶ時間がかかったみたいだな。C'est Roger et les loulous. Vous vous demandiez depuis le temps à quoi ils ressemblent. Et ben voilà, vous le savez maintenant. まあね、依頼を受けたから材料取ってこいって準備もなしに放り出されたら、それ手こずるよ。ああ、そうだったか。最近物覚えが悪くてな。ああ、すぐこれだよ。じゃあこれ、取ってきた材料だよ。お父さん、調合よろしくね。ああ、それなんだが、気が変わった。お前たち、やっておいてくれ。さっきまた絵の構想が浮かんでな。この創作欲をキャンバスにぶつける必要がある。というわけで俺は地下室にこもる。それじゃあな。あ、地下室には入るんじゃないぞ。言うこと聞かないと雷神様に雷を落とされるからな。うるさいバカ親父、仕事押しつけんな。さらばだ。あー、もうほっと、お父さんは約束破ってばっかし。そうだね、でもお母さん言ってたよ、
お父さん、最後には絶対約束を守ってくれるって。それは私も聞いたことあるけどさ、本当にそう思う？うん、思わない。でしょ？愚痴ってても仕方ないか。私たちだけで何とかするしかないよね。うん、もう今月の食費残ってないし、二人で手分けすれば大丈夫なはずだよ、多分。Bon bah c'est parti. Oui. 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 Ok. Le chaudron. Gokuri. Ii, Didi. 今回は中和剤の種類間違えちゃダメだからね。ちゃんこそかき混ぜ棒でフラスコを割らないでね。何作ろう、どれ作ろう。デクアン、オッケー。Il y a deux types de matériaux. Ok. Ok. Tac. Oui. Et tac. Ok. C'est parti!きれいに仕上げて。よし、とりあえずできた。とりあえず一つ出来上がり。なんとかうまくいったみたいだね。うん、あとはもう一つ作るだけ。意外と楽勝じゃない？Bah, c'était pas compliqué, ouais. 私たちも錬金術うまくなってるのかも。この調子で次の調合もやっちゃおう。さて、材料は私が入れるから、スーちゃんは火力を強くしてくれる？よし、来た。細かい調整は面倒だから、最大火力で。なんか焦げ臭い。わあ、火ついた。お洋服に火がついた。消して、消して。落ち着いて、今消すから。うわ、なんかこぼした。くっそ、何これ。ふう、やっと消え、窯から煙出てる。すーちゃん、もう匂いが取れない。なんか窯がボコボコいってる。これは爆発する。結局徹夜になりましたな。ちゃんとできたからよかったけど、うん、目がしょぼしょぼする。あとはこれを届けるだけだよね。依頼人はっと、教会のシスターに鍛冶屋のおじさんか。ふむふむ、じゃあ今から届けに行っちゃおうか。動いてないと眠っちゃいそうだし。アリプーは、うん、そうしよう。行ってきます。お母さん、お母さん、行ってきます。Bon bah allons livrer tout ça.
あら、リディちゃんにスーちゃん、これからお仕事かい？あ、はい。依頼された品を届けに行こうと思って。へえ、何でもやってのも大変だな。その顔、また徹夜したんだろう。何でもやじゃなくて、アトリエ、錬金術のアトリエです。わかったわかった、アトリエな。ま、頑張れよ。体には気をつけるんだよ。また今度何か差し入れしてあげるから。やった、楽しみにしてますね。さてと、差し入れを楽しみに仕事しますか。目的地は海の見える高台とソレイユ通りだね。カッパと届けて報酬もらって、その後はダミンを貪ってやる。覚えてろよ、バカ親父。うい、うい、オッケー、オッケー。par exemple、さて、行き先は？ on sait que je dois aller ici。すまんすまん、そんなつもりはなかったんだ。いえ、こっちが勝手に驚いただけなので。それよりお父さんにお仕事の依頼しましたよね。お父さんの代わりにお届けに上がりました。うん、結構頑張って作ったんですよ。おお、そいつは楽しみだ。なら嬢ちゃんたちのお手並み拝見といくか。Oui, oui, tout à fait, tout à fait. OK. Donc il faut parler aux gens. Hop. Et là, magique. C'est cadeau.前に作ってもらったもんは、そうなんだ。あれのことは忘れてください。まあ、これなら十分だろう。じゃあ、これは報酬な。Un autre récompense? Ah oui. いただきました。Merci pour l'argent. 助かったぜ、二人とも。また何かあったらよろしくな。Passons au lieu suivant。どこ行く？どこ行く？シスター、グレン、
まあ、よく来てくれました。ところで、依頼はロジェにしたはずですが。いろいろあって、私たちが代わりに作ってきました。ああ、またですか。まったく。では、受け取るとしましょう。Allez, c'est parti! ありがとうございます。随分と頑張って作ってくれたようですね。二人とも、目の下にすごいクマができていますよ。あ、せめて顔くらいは洗ってくるんだった。ご苦労様でした。こちらは報酬です。二人とも、お仕事が終わったらゆっくり休むように。いいですね。はい、わかりました、シスター。よろしい。それでは、気をつけて帰るのですよ。Bon, ben, va falloir aller se reposer du coup. Parce que bon, on est un peu crevé. Corée de Oshigota, wa wari da ne. Otskare sama, Suu-chan. Lily, mo otskare. Corée de nan toka, asta kara mo tabete ike so. Yoku o ieba, mo chotto hoshii kamo. Sokka.じゃあ帰る前に広場の掲示板に依頼を見に行ってみる？そうだね。ガッポガポなのあるといいんだけど。Eh ben oui, allons-y. Est-ce qu'on peut pas direct TP au bon endroit？お客さんがいれば食費に困ることなんてないんだろうな。いや、困ってたらこっちが驚きだよ。確かにお客さんが多いのは羨ましいけど、それも今のうちだけだよ。うん、いつかは私たちのアトリエが。はい、次のお客様。おい、押すな。次は俺の番だ。違うわよ、私の番。ちょっと抜かさないで。うわ、ちょっと押さないで並んで。うわどこ触って。うわ、いいべ。難しいよね。ペットの国探しは報酬が少ないし、いまいち。錬金術のお仕事はほとんどヴォルテールに行っちゃうしね。はあ、依頼を受けるのは諦めよっか。食費はなんとかやりくりするよ。私もう眠くて限界よ。アトリエに帰ってゆっくり休もう。
行く、どこ行く？ただいま。あー疲れだ。おお、おかえり。遅かったな。あれ、お父さん調合してるの？地下室で絵を描いてたんじゃ。絵を描いてたらレシピを思いついてな、早速実験を始めたというわけだ。ああそうですか。我が親ながら自由というかなんというか。ま、今更だね。お父さん、私たち寝るからあんまり騒がしくしないでよね。ああ善処する。ゆっくり休めよ、二人とも。おやすみ。はあ、それにしてもヴォルテールすごい人気だったよね。うん、さすがは国一番のアトリエだよね。私たちのアトリエとは大違いね。スーちゃん、私たち本当に国一番のアトリエになれるのかな。こらこら、弱気になっちゃダメだよ。家族みんなで国一番のアトリエになる。それがお母さんとの約束でしょ。ごめん、そうだよね。お腹空いてちょっと弱気になっちゃった。お母さんとの約束を守るためにも明日からまた頑張らないと。おやすみ、スーちゃん。うん、おやすみ、リリー。Ah bah quel réveil! Nani nani, nani ga okita no? Chotto, otousan? Ah! Shippai shichatta? Kawaiiku ittemo yurusanai yo. Suman, suman to wa omotteru ga, katazuke wa omae tachi ni makaseru. Jara o!逃げた。本当にあのバカ親父は、はあ、お父さんに何言っても無駄だよ。おとなしく片付けよう。派手に爆発させたのさ。あーもう破片がすっごい。リリー、ねえスーちゃん、さっきから何か聞こえない？え？ううん、何も聞こえないけど。ほらまた地下室から聞こえてきてる。中に誰かいるのかな。え、地下室？地下室なんてお父さんしか入らない。いや待てよ。いいこと思いついた。今から地下室の中入ってみない？え、でもお父さんは入っちゃダメだって。お父さんはいつも約束守らないでしょ。約束を破る人は約束を破られても文句言えないのだ。でも怒られたら私のせいにしていいから、ほら行くよ。うごめんねお父さん、リリー悪い子になります。 Donc les loulous, si vous avez apprécié le jeu, n'hésitez pas, il sera disponible le 30 mars sur Nintendo Switch. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye!